体重測りますからね。名前なんだっけ？ちびちゃん。ちびちゃんです。ちびちゃんです。手振りだね、あなた。はい。体重25ぐらい。体重測ったことあります？あります。変わってないですね。大体25前後なので。はい。そのをちょっとチェックしますね、はい、なんか直接関係あるかどうかわかんないんですけど、あ、餌は入ってますね、食べてますね。さあ、ここなんかできてます。ここからやってみます、ね、なんかちょっとここから多分、なんだろう。でこれね、微線ですけど、微線炎かもしれませんよ。炎症かもしれない。一概に腫瘍とは言い切れないんですよ。本当ですか？なんかちょっと上の方にもなんかなかったですか？ここは、あ、これは血のり。あ、なんか、あ、なんだろう、昨日すごいなんか膨らんでて。え、どこが？どこら辺だったかな。ここは膨らんでますね、かなり。ここ、なんかすごい赤かったんですよ。本当。血で赤かった。この出方でするとここから出てたんじゃないかな。そうですよね。ね、これ見て見えるかな、こちらで微線から出血してます。ちょっとレーザーこっち持ってきてくれる？1分で。それどかしていいよ。ちょっととにかくね、鳥って10滴ってたら出血たれようっていうぐらいだから、かなりこれで出そうな気がするから、まずはさ、止血します。止血してちょっと炎症を沈める処置をしますからね。これは止血剤です。そんでちょっと赤い光を当てます。よいしょ。これも炎症を沈める、まあ、ソフトレーザー、ちょっと炎症を沈める働きから、痛いと思いますから痛みを和らげる働きがあります。全部入ってなかったね。まあおっしゃる通り、その微線のね、あの微視線のね、腫瘍かもしれないし、炎症性のもので、はい、あの板がゆくてつついて、そうですよね、出血しちゃったのかなと思いますけど、だから炎症性のものだったらコントロールできます、うん、だからまずはそう、腫瘍の可能性もあるかもしれないけど、あの炎症を鎮めて痛みを和らげて感染を抑える治療をしてきます。でちょっと入院になっちゃうけどね。で今からですね、ちょっと治療、今のこの場の治療が終わったら治療費の概算を受付で説明しますんで、説明受けてください。そんで大丈夫、それでよければお預かりで治療します。よし、すいません、ちょっとこの子のご飯を、ちょっともう一回ここに入れます、ね、で鳥さんのね、ちょっと体調によろしくない子は温度湿度を上げて酸素流してあげる部屋に入る、その治療の 50% を占めますので、ちょっとここに入れさせてもらいます、ね。